はい、どうも、劇団湘南の夏目と申します。劇団湘南のリユーミンです。お願いします。ちょっと告知をさせていただきたいと思います。劇団湘南、2014年度、9月の、池袋演劇祭という演劇祭におきまして、嬉しいことに大賞をいただきました。そうですね、マナナンマクリの羅針盤というリユーミンの一人芝居なんですけれども、早速来年の1月に東京でまず再演させていただこうと思います。来年の1月の10、15、16、17、18です、はい、そして、それが終わって、2月に入った時にちょっとあの大阪の方で使わせていただいてますサザンシアターさん、そちらの方が2月の2週目と3週目の土日です。詳しくはウェブでよろしくお願いします。また予定は未定なんですけれども、その対象の復唱といたしまして、R スポットという東京のホールでまたあのいつか公演ができることになりましたので、また来年もう一本東京でどこかでやると思いますので、また告知の方別の機会でさせていただきたいと思います。はい、次はそのやつは一人芝居じゃないんで、はい、楽しみにしてください。次あのマナナンマクリの羅針盤の DVD を、SP 水曜劇場さんので流してもらったときに告知をさせていただく。美しい流れ。美しい流れでお願いします。お待ちしています。